昨日ぐらいから、伊藤純也さんの件で、いろいろと LINE が皆さんから届いてました。まあ、それ紹介させていただきます。まあ、僕は一通り皆さんで読みますので。はじめまして、こんばんは。YouTube を見て飛んできました。よろしくお願いします。なんかこの人は聞きたいことがあるっていうので、伊藤純也がもし日本から外れたら、フランスで出る可能性はあるのかっていう。僕はあると思ってますけどね。日本を見切ったらフランス代表になるんじゃないのかなと。そして伊藤純也であれば僕はフランス代表でもレギュラーでっていうんですか、堂々と出る実力を持ってるし、逆に日本から外れてフランス代表になられたら日本はとてもとても大損害、大損失だと思いますよ。もう手強い人が向こうに出てくるなと。日本のそういう協会の人たちも冷静になって、もう海外と、ね、海外と同じで推定無罪なんだから、そこをしっかりもう一回冷静に考えてほしいなと思います。他の方ね、別な方。こちらライナさんのアカウントになってますでしょうか。誰よりも鋭い分析と知識と土星論のご意見に救われています。胸のすく思いで拝見しています。物事の本質を見ずに教科書通りのことしか言わないテレビの弁護士さん、何の役にも立たないことが分かりました。ライナさんにはこれからもどんどん発信して拡散していただきたいです。本当にありがとうございます。僕も多くの方たちと同じで、やっぱり下せないんですよね、この話はね。だから、いろいろと調べたくなってしまうっていうことですよ。別な方ね。ライナさん、LINE でよろしいですか？いつも YouTube 見させていただいております。毎日の更新を楽しみに見逃さず見ています。伊藤選手の報道の日は衝撃でした。一日も早く代表復帰をして、欲しいと切に願っております。もちろん冤罪だと信じています。ライドさんの声がもっともっと多方面に届いてほしいです。これからよろしくお願いします。うちの息子は11歳のサッカー少年です。父はいません。毎回2人で代表戦を見に行ってます。あ、すごいですね。伊藤選手は偉大な選手です。そんなことで選手生命に影響があってはいけません。早く彼がこのことから解放されるように、そしてまた最高のプレーができるように思ってます。どこに誰にこの気持ちを話したらいいのかと思っていたらライドさんのところにたどり着きました。女性のスポンサー、事務所社長、この4人が何を企み、どうお金儲けをしようとしたのか、これからライドさんの推測を楽しみにしております。また更新お願いしてしいます。欲張りを言うならもうちょっと長くかなと。まあ長くかなっていうのがね、どうなんですか、僕は短かったですかねと。あんまり10分以上話すとみんなが飽きるのかななんて思ってるんで、なるべく10分にいかないようにやってるつもりなんですけどね。ここですかね。この方はね、ブログを書いてる方なんですよ、伊藤純也さんの、ね。はじめまして。私は柏レイソルサポーターの立場から伊藤純也の無実を証明すべくノートで発信しています。ぜひライドさんと共闘できればと考えております。ノートに私の思いは実名で書きましたということでですね、まあ、僕からもこのノートでこの方の紹介させていただきたいんですが、見てくださいね、これね。伊藤純也は無実であり、新潮社は倒産するっていう、大里さんって方がやってらっしゃる、動画じゃねえや、あのノートです。ノートなんで、ブログですね。ただ、ブログっていうのもかなり論文のように分析をされておりましてですね、非常にボリューム感ありますよ。私は伊藤純也の性加害は無実である、であり、何かのトラブルに巻き込まれたと考えている。そして事実無根であることが証明されれば、新潮社は倒産するだろうっていうところから始まって、まあ、とても熱いことが書かれている。この方が、一つ一つ説問があって、説問っていうんですかね。目次があって、なぜ日本代表メンバーが共に戦いたいと申し出たのか。ここは僕重要だと思いますよ。これは伊藤純也がちゃんと説明したんだと思うし、近くにいるメンバーだからこそ、伊藤純也がそんなことするはずないよねと信じてた。それが伊藤純也が怪しかったりとかしたら、メンバーが共に戦いたいって言ってリスクを負ってまで言いませんよねと思いますよ。自分らだってね、なんだこいつらっていう風になるんで、無実だと思ってるからですよねと。登場人物の整理。なぜ伊藤純也は飲みの場にいたのか、飲み会の場にいたのか、密室の中で何が起きたのか、X 氏の示談交渉との退社、D スポーツをね、両方の弁護士が変更になった経緯、何人か目なんですよ、両方ともね。逆告訴の弁護士とカボチャの馬車の事件、加藤弁護士がやってたカボチャの馬車の事件、カボチャの馬車の事件ね、後ほど僕は、どっかのタイミングで、説明できるような
タイミングがあればいいなと思ってますけど、時間がないのでここはスルーしますけどね。第2ラウンドがある。まあ、あとこの方が僕は一人でも読んだんですけど、女性側の弁護士がガーシーの、ね、高橋由紀さんということで分析してるんですけど、まだわかんないんですよね。本人が言ってこないんで、ね、まあ、そこもちょっとね、もうちょっとはっきりしたらもっと言いたいことはいっぱいあるんですけど。で、一番最初のここですかね。新潮社は倒産する。ここだけちょっと今回この方のブログに対して話そうかなと思ってるんですけど、新潮社は倒産する。新潮社に対して批判している YouTube とノートを紹介することにしたいというので、まあそれをまとめてるんですね。元朝日新聞記者のジャーナリスト佐藤さんの YouTube とか。週刊文春は裏取りをきちんとやるのである程度信用できているが、週刊新潮は裏取りが甘いし、飛ばし記事が多い。したがって、週刊新潮の独自のスクープ記事は信用できないっていうことだ。週刊新潮の不自然な点がいろいろと書かれており、週刊新潮は伊藤淳也さんの記事はすぐには信用できない。誤報であれば今度こそ週刊新潮は会うと、もう廃刊です。っていう結論にしてるって。僕はそこが、どうかなっていうふうに思いますよね。要は新潮社が倒産するのか、週刊新潮を廃刊するのかっていうと、そこはちょっと微妙かなと思ってます。廃刊しないんじゃないかなと。まあ、倒産はまずないと思います。だってね、週刊新潮だけではないので、新潮社はね、もういろんな、ね、大きい会社だから、あり得るとしたら廃刊なんですけど、廃刊もなさそうなのは、多分これ僕は前も昨日とかも言ってますが、週刊新潮も半分怪しいなと思ってこれ乗っけてるんじゃないかなと思ってるんですよね。だってあの程度のレベルでね、言い切れるはずがないと思うんですよ。半信半疑で、ただ単に松本さんの記事が文春でめちゃくちゃ売れてるんで、ここに乗じてやれば、これも売れるんじゃないかっていうような目算で、甘い目算でやったに過ぎないと思うんですよ。まあ、乗っけたところでこれがガセネタだったとしても、まあ、売れるだろうと。訴えられたとしても、安いだろうと。いうことで、それも覚悟でやったんじゃないのかななんていうふうに僕はうがった見方をしてるんですよね。だから週刊新潮は要はこれ分かってやってるんで、そのリスクも考えてやってると思うんですよね。訴えられた時こうしようとか、ガセネタだったら謝罪文出そうとか、多分そのレベルだと思うんですよ。で、僕は今回ので思うのは、もうそこが廃刊だとかどうのとかいうよりも、松本さんの記事もそうなんですけど、この真実相当性ってやつが最近クローズアップされてるんですよ。取材を尽くせば報道の自由とかが保護されて罪になることはないというか、まあ民事では負けることがないと、この法律の立て付けですね、ここをなんとかした方がいいんじゃないのと思うんですよね。それがあるからこういうガセネタでも売れりゃ書くわけですよ。これってまあ報道でも何でもないですよね。報道の意を借りた、どっちかっていうと、何ですかね。ヘイト記事みたいな。言葉を悪く言うと、便所の落書きみたいな話じゃないですか。それによって一人のね、偉大なアスリートの、人生を左右するわけですよ。それってのはやっぱり法の立て付けが間違ってる気がするんですよね。だからその真実相当性っていう部分と、それに対する慰謝料の前例が、200万、300万ぐらいっていうのが、まあいいんじゃないか。まあ欧米みたいに、億単位で、これがガセネタをやったらね、その人の、伊藤淳也なんていうのを稼げるための金額とか、まあ今回ね、2億とかって本人にやってますけど、実存の分を出してるわけじゃないですか、慰謝料を含まずね。まあだからそれがアメリカとかみたいに慰謝料を含めて、松本さんが5億とかやってますけど、10億とか、下手したら100億とか、それぐらいの前例を作ってほしいなと思うんですよね。で、それが普通だと思えるような裁判にしてほしいんですよ。そうすればね、さすがにガセネタは書いたら、それこそ会社が傾きますから。まあ、要は、この方がおっしゃってるように、その信用度で解散が倒産するとか、新潮、週刊新潮が廃刊になるってことは僕は考えにくいと。だって今まで何回もそんなのやってますから、ガセネタで、週刊新潮に限らず週刊文春でもガセネタなんていうのは いくらでもあって謝罪文載っけてますから。それよりもまあ痛手になるのはやっぱ裁判の金額をもう少し高くできるようになんとかできないのかなっていうところですかね。あと法の立て付けをなんとか変えるってことですかね。真実相当性っていうのは、だってこれ報道機関でもおかしな話じゃないですか。結局嘘だったと、ガセネタだった、でも取材を尽くしたからいいですよって何ですかね。頑張ったからあなた認めますよって言われるようなもんでしょ。まあどっかの受験勉強して、まあその受験落ちたけど、まあでも僕頑張ったよねって
言ってるようなもんじゃないですか。それでいいのって話ですよ。なんかまあそこの立て付けを本当にもう一回今考える時期なんじゃないのかなと思いますよ。